空見て西は寄せ暗い目先のこと考えると膨らむ妄想思いついて行動すると次の壁当たって次の行き着く場所はここで本当間違いないの遠回りでも近道でもやった分だけ他は気にせず進め自分のやり方で立ち上がってこう突き上げろ自信に満ち満ちた姿で挑めよ持ってるものに握りしめて飾ってよこの星で一つしかないポジション説明書に載ってない聞かれた間違ってるかもしれないな石橋を叩いて渡るより渡って壊す守るものがあるならなおさら誰かの後ろを歩くより自分の道の方が広くその名前で生まれてくるよ都会を青広がる空骨格上がって自分にできること考えると膨らむ妄想思いついて行動すると次の壁当たってここを越えてく人で日々だとしてまた成長遠回りでも近道でもやった分だけ他は気にせず進め自分のやり方で立ち上がって興奮しよう突き上げろ自信に満ち満ちた姿で挑めよ持ってるものに握りしめて飾ってよこの星で一つしかないポジション説明書に載ってない聞かれた間違ってるかもしれないな石橋を叩いて渡るように渡って壊す守るものがあるならなおさら欲しい誰かの後ろを歩くより自分の道の方が広くその名前で生まれてくるのも許可ギリゴん立ち上がって興奮しよう突き上げろ自信に満ち満ちた姿で挑めよ持ってるもの握りしめて飾ってよこの星で一つしかないポジション説明書に載ってない聞かれた間違ってるかもしれないな石橋を叩いて渡るように渡って壊す守るものがあるならなおさら欲しい誰かの後ろを歩くより自分の道の方が広くその名前で生まれてくるのも許可ギリゴWake up!
る名のライオンが今むき出し見たほどミュージック One more time のせいという名のライオンが今むき出し見たほどミュージック脳に焼き付いたこのメロディー繋ぎ合わせて俺のものに打つかけるように腹の底から命が叫び出す夢が詰まった重いカバン下ろして叫ぶ落ちる Wake up! Wake up! Wake up! 眠っている力たちを遠慮する必要はねえよ対話はしてそらしろ Wake up! Wake up! 秘めてる力たちを自分の持っている才能飛んでくれこの曲に盛り上がってますか皆さんどんな感じですか Go! What? Let's go! 可能性という名のライオンが牙剥き出し貪るミュージック One more time! 可能性という名のライオンが牙剥き出し貪るミュージック目を覚まし出した細胞が上から宙に上がるひなだ狂ったように歌うハーモニーがイメージ通りのライオンとか一歩踏み込む足跡が歴史の1ページを刻む登り始まった日の出に向かい走り始めた Wake up! Wake up! 眠っている力たちを遠慮する必要はねえよ歌い回してそらしろ Make up!Make up 決めてる力たちを自分の持っている才能詰め込んでくれこの曲に Wake up Wake up 眠ってる力たちを遠慮する必要はねえよ歌い回してそらしろ Wake up Wake up 決めてる力たちを自分の持っている才能詰め込んでくれこの曲に盛り上がりが足りないんじゃないの機械社会に染められちまってるんだよエイトマンはなんとか皆さんの盛り上がりで情熱が欲しい Listen 財布どこ行った見当たらない記憶の一人旅薄くなる髪シワ増えた顔鏡とは縁を切りたいこうやって年だけ日に日にとっていって終わりあの時の青さ取り戻して Clap your hands 何したことない刺激を求めて楽しめばいい時間が止まらない無茶してももう満開青春 OK 時間は止まらない無茶してももう満タイ子供に戻ればいい Forever Blue 手拍子お願いします機械社会にこの染められた世界だからこそ皆さんの盛り上がりが必要手拍子お願いしますWhat?
中高時間が止まらない、無茶してももう満開、子供に戻ればいい、フォーエバーブルー。ありがとうございます。ファーストフルアルバム背中のスイッチリリース記念シンカーエイトマンワンマンコンサート、お集まりいただきありがとうございます。どうやら機械社会に染められたエイトマンは皆さんの温かい手拍子で少しずつ人間の心を戻してきたようです。ありがとうございます、盛り上がってますか。よっしゃ、今顔につけてる、機械社会のその IC チップは少しずつ盛り上がってきたなと思ったら剥がしちゃってください。 OK、 俺らは機械社会にこの染められる必要はないんで、少しずつ少しずつこれをこう剥がしちゃってくださいね。よろしくお願いします。 OK、今日はこのゴールデンウィークというこの休日の、しかももう最後の日なのにもかかわらず、こうやってお集まりいただき本当にありがとうございます。このゴールデンウィーク連休だったよーって人、ありがとうございます、ありがとうございます。なんかそんな楽しそうな感じじゃないかね。そんなこともない。ちょっともっと楽しんでいきましょう。まあこれから盛り上がっていくんで。で、じゃあゴールデンウィーク中、休みじゃなくて、連休中全部仕事だったよって人。もう仕事だったよって。あ、素晴らしい、素晴らしい。ありがとうございます、素晴らしい。ね、もう仕事ばっかりで、本当に最近の日本の社会では、ね、気を抜くことをわかんなくて、仕事をばかりして、真面目な方が多いんですけど、仕事ばかりをして、ちょっと気を抜くことを知らない人たちも多くなってきて、やっぱり責任感が強かったりとか、自分的に、真面目に仕事を取り組む人が多かったりするから、こういう、真面目なというか集中、違うな、真剣な日本の社会になるんだなってすごく思います。まあそういう人に僕は応援のソングとして、背中のスイッチの収録曲でもあります、サボり薬っていう曲聴いて、真剣な人、真面目な人はこれを聴いてちょっと肩の力抜いてもらえればなと思います。それではサボり薬お願いします。やっぱり集中して仕事をするとどうしても真面目になりがちだけど、休むときは休もう。あれもしなきゃこれもしなきゃって追われる毎日、考えるより使われてることの方が多い。ちょっと待ってよ、なんか様子が変なんだ、地味でも現実のまま、変なもんでも食べたかなってため息出る前にサボりたい時は自由にサボればいい、できないことていきましょうよ。棚にしまったはずのバチでゴマを吸っている、倉庫にしまったはずの太鼓を今は持っている。ちょっと待ってよ、なんか様子が変なんだ、染みても現実のまんま、変なもんでも食べたかなってため息出る前にサボりたい時は自由にサボればいい、できないことは強がなくてもいい、サボったんだって胸張ってありのままでかかと落として、気
嫌われたんだそれまで俺が俺って何がダメ めっちゃ疲れて風邪ひく人とかもいますけど疲れてる時は休めばいいんだって上司に怒られるとかいろいろあると思うけど疲れた時は好きな曲聴いて家でゆっくり休んでるそれが一番この曲聴いてサボっちゃってください表紙お願いします。昨日最終戦で終わったばっかりなんです。この曲知ってる人は一緒に声くださいよ。 OK。 いざ出陣さ声あげろ、いざ出陣さ声あげろ。 I'm ready 3, 2, 1 Let's go。 金沢サムライズ燃え上がるサンライズ、出陣さ声あげろ。 I'm ready 3, 2, 1 Let's go。 金沢サムライズ燃え上がるサンライズ、ディズニーゾーンはサムライソウルさ、金沢サムライズ、金沢サムライズ燃え上がるサンライズ、100万国のバスケットボール見せつけるサムライズ、足りない、もう一丁 Let's go。 もっと行こうか。金沢サムライズ燃え上がるサンライズ、リングリゾースはサムライソウルさ、金沢サムライズ、金沢サムライズ燃え上がるサンライズ、100万国のバスケットボール見せつけるサムライズ、何を信じていけばいいの、大丈夫だよ恐れずにファイト、相手に勝てばそれでいいの、挑み続けろどこまでも、周りを見れば仲間がいる、乗り越えれない壁はないんだよ、走った距離は無駄ではないよ、出陣さ声あげろ。 I'm ready 3, 2, 1 Let's go。 金沢サムライズ燃え上がるサンライズ、リングリゾースはサムライソウルさ、金沢サムライズ、金沢サムライズ燃え上がるサンライズ、
出していこう。金沢サムライズ、燃え上がるサンライズ、イングリトーズはサムライソウルさ、金沢サムライズ、金沢サムライズ、燃え上がるサンライズ。100万国のバスケットボール見せつけるサムライズ。ありがとうございました。ありがとうございます。実はですね、昨日金沢サムライズ試合がありまして、最終戦福岡に2連勝することができました。ありがとうございます。今日来てくださってるブースターの方々もそうですし、皆さんの応援があったからこそサムライズ優勝じゃない2連勝することができました。本当にありがとうございます。今日はサムライズ、アシスタントコーチである雨谷健志郎さんも、こちらに来ていただいてますので、皆さん拍手を送ってください。キリーッ、ありがとうございます。雨谷ヘッドコーチ、アシスタントコーチ、ありがとうございます。本当に皆さんの本当に協力があったからこそ、雨ちゃんはね、僕と高校近所同じだって言ってね、後輩なんですよね。そういうのもあって、後輩もう一人木田選手も緊張つながりで、ね、そういう感じでサムライズ もう2連勝して、もう気持ちよく締めることができました。本当にありがとうございます。サムライズの目標は、B1 リーグに行って B1 リーグ優勝勝ち取って、この石川県で本当にバスケットボールをもう地域みんなと一緒になって、街を盛り上げていくっていう、そういう目標を持って、夢を掲げて頑張っています。この中で夢を持っている方いらっしゃいますか？夢を持ってる人、ありがとうございます。ありがとうございます。かっこいいよ、夢を持ってる人、夢持ってる人かっこいいよ。夢を持ってる人は本当にかっこいいと思う。俺の友達でもロシアに行く友達がいて、そいつがロシア語を学んで、ロシア人と一緒にこう会話しながら仕事をできるようになりたいって言ってロシアに行ったやつがいて、でロシア語を喋る勉強もこっちでして、でロシアに行ったんですけども、やっぱりちょっとした、詳しい悩み事とかそういうことを日本人がいない中で相談ができなくって、1年後ぐらいに俺に電話かけてきました、スカイプで。でそんな中で、俺どうしたらいいと、このロシアで日本語を喋る人もいなくて相談もできなくって壁にぶつかって、本当に俺はここに来て合っとるんかなっていう連絡があって、で俺歌もやってて、そいつのために何かできるかなと思って、大丈夫だって、絶対に叶うから、その自分の持ってる夢っていうのは自分がぶらさない限りは絶対に叶うからっていう思いを込めてこの曲を作りました。夢追い人に送るエール、ウィスさん。箱に捨てられた犬のように右か左かもわからん場所に、もちろん知らないことばかりと同時に増して不安ばかり、挑戦するのはいいけど体内で起こる醜い戦争、安定したいけど冒険も手定まらない心の振り子、でも逆手にとって考えてみればやることに意味があるんだな、無防備お金ない、あるのは培った自信のみ、悩んでる時間はもったいないさ、合言葉は消せなせらなるようになるさ、これも縁やできるあなたならピンチのチャンスに変えて、今までの自分をぶっ壊して見えなかったもの見えてきて、作り出す新しい人生、逃げ出したくても逃げないで、これ明日を変えてくきっかけ、真下見るよりも空を見て、踏み出せば始まる Your New Wave、 動くきっかけなんてのは誰もがなるはずになのさ、大きい夢を見たい、そう
気持ちがあなたを動かした。でもリアルの壁は予想以上、テレビジョンで見た景色はどこ、打ち明けられない悩みが増し、前見えなくなるスタート前、生まれて数えてうん十年、学んだ事柄は数えきれん、失敗ばかり繰り返した。でも今思えば勇気になった。ここに来たのは正解なの、問いかけても答えは出ないよ。ただ一つ言えていることは、自分で選んだ道が正解。道をチャンスに変えて、今までの自分をぶっ壊して、見えなかったもの見えてきて、作り出す新しい人生。逃げ出したくても逃げないで、これ明日を変えてくきっかけ。真下見るよりも空を見て、踏み出せば始まる You are new wave。 友達が近くになくても、俺でいいなら話を聞くよ。溜め込んでても始まんねえから、発散して次に行こうか。ちっぽけな悩みなんて忘れて、明日を見つめて。それでも悩みが消えないなら、歌ってあるぜ届いてくれ。ピーチをチャンスに変えて、今までの自分をぶっ壊して、見えなかったもの見えてきて、作り出す新しい人生。逃げ出したくても逃げないで、これ明日を変えてくきっかけ。明日見るよりも空を見て、踏み出せば始まる You are new wave。 道をチャンスに変えて、今までの自分をぶっ壊して、見えなかったもの見えてきて、作り出す新しい人生。逃げ出したくても逃げないで、これ明日を変えてくきっかけ。真下見るよりも空を見て、踏み出せば始まる You are new。夢見てるやつは最後まで夢追ってくれ、絶対にかなうから。何があってもかなうから、それだけは俺から言っておこう。エイトマンに証明します。ありがとうございました。基本、エイトマンが作る曲っていうのは、今回のフルアルバムのタイトルでもあるように、誰かの背中を押す、そういう曲になればなと思って作ってます。もちろん盛り上がる曲もそうですけど、俺は、ふとした時にこの曲を聴いて、元気になってくれればなと思って作ってます。俺の友達の結婚式でも、もちろん思いを込めて作ってるし、俺の歌っていうのは、その人に届くために歌ってます。たとえそっち側の受け取り側が受け取らなかったとしても、俺が一方通行でも受け入れてもらえるように曲を書いてます。この曲は、僕の親戚にシングルマザーがいて、女で一つで、子供三人を育てて、男は逃げてどっか行ってしまって、俺はそんなママをの背中を押したくてこの曲を作りました。今お母さんで頑張ってる人へ聴いてください。ママのブルース。迎えに行
って帰って晩ご飯の準備、そんな日々の繰り返し重なってくストレスに踏み、言えない疲れのせいか子供に当たれば怒ってばっかりのまま怖い、わかるよママもこんなはずじゃない、なんで自分だけが増してく疑問と負担と不安、投げ出す前に聞いてくれ、肩の荷下ろして Respect Big Mother 諦めんなよ、この険しい道を乗り越えなきゃいけない意味が絶対あるから、踏ん張れよ、今日もお仕事お疲れ様、この気持ちは子供たちから、本当だったらこんなことにならずに過ごしていたのかも、すやすや眠る子供の顔見ては悔しくて自己嫌悪、でも責めないで自分のこと、誰が悪いとかもういいよ、なされた現状は変えられない、振り向いたって答えはない、みんなママの背中を見て誇らしげに思ってる、だから下向かないで、あなたなら最高の愛が注げる、その愛が必ず戻ってくる、だから胸張って Respect Big Mother 諦めんなよ、この険しい道を歩かなきゃいけない意味が絶対あるから、踏ん張れよ、お疲れさん、この気持ちは子供たち、マザー諦めんなよ、この険しい道を歩かなきゃいけない意味が絶対あるから、踏ん張れよ、今日もお仕事お疲れさん、この気持ちは子供たちから、ありがとうございます。恋人がいる人、最後まで愛してやってください。彼女、彼氏、旦那さん、奥さん、恋人のことは最後の最後まで愛してやってください。君と僕、この空間は鍵が閉まっているから、ノックしないでくれ、僕の大事な洋服全部開けるから、時間を止めてくれ、かわいもない会話に花咲かせ、君といればどれだけの時間があっても足りないね、離れてる時は愛されて、そばにいるだけで癒されて、足りないもんを満たしてくれる、あふれるまい一緒にどこにもないないない、君と僕だけの幸せ満たす、愛愛愛、誰にも邪魔させないぜ、ただそばにいるだけで、ただそばにいる
誰かな戸惑ってしまう。君が知りたい、君が知りたい、知らないこと全部教えてほしいから、もっとそばにおいで、触れ合うくらいまで。愛せる数は一人だけで、星の数があっても君だけで、まだこのまま愛してる彼女、愛してる彼氏、ずっと大事にしてあげてください。 OK? OK! ありがとう。視線がぶつかり合って、そらしてははにかんで、ぬくもりを感じて、お互いに恋焦がれる。離れてる時は会いたくて、そばに癒されて、足りないもんを満たしてくれる。アップグレードまでどこにもないないない、君と僕だけの幸せ満たす愛愛愛、誰にも邪魔させないで、もうただそばにいるだけで、ただそばにありがとうございます。君と僕、愛してる恋人、いらっしゃる人手を挙げて。いない。ありがとうありがとうありがとうね。たまには目移りしちゃうこともあると思うんですけどもね、最後まで愛し合って、最後まで、死ぬまで愛し合ってください。 OK。 これが君と僕って曲で、エイトマンとしてファーストシングルでリリースさせていただきました。今回のフルアルバムの中にも、背中のスイッチの中にも入ってますんで、ぜひとも背中のスイッチ聴いていただいて、この君と僕を聴いて噛み締めていただければなと思います。 OK。 俺、今回のコンサート着席型で、開催させてもらったんですけども、今回ここで皆さんに立ってもらって踊りながら、この3曲、この4曲を、ぶちかましたいと思うんですけど、皆さんいかがでしょうか。よっしゃ。じゃあ今から立ってみんなで踊りながらこの曲いきたいと思うんで、皆さんステンドアップ。着席型で立つの初めてでしょ。 OK。 ちょっと前とか後ろとかいけないんですけども、横で乗りながらいきたいと思います。振り付けは自分たち自由に乗っかっちゃっていいんで、とりあえず今日のコンサート皆さんで盛り上がって帰っていきましょう。盛り上がって帰ってきましょう。盛り上がる準備はできてるかい。盛り上がる準備はできてるかい。よっしゃ行こうか。ワイヨー。踊りそうと誘がれ、もろに急所を打たれ、半端ない立ち違いなミュージック、花で集まったことのない心臓で花咲かせる。知ってる人は一緒に Sing a song。 それとなく流れる毎日に違和感を覚えたんならゴミ、無邪気だった俺は今どこに。邪魔してかまして、やっぱ踏んだり蹴ったりがちょうどいい。バカでかい音でバカバカ集まって輪になる。
賛同。ビビった振り切るほど光栄で、苦い過去はすぐに忘れて、奏で始めるノーナイフエレン、これがリチナルチークタイ。音量つまみひねるだんだん、これは元気のグラフの右に上がれ。周りに私のフリーダウンかかっちまった、これがクラブマジ。一歩二歩と言わずに全部肌で感じりゃ十分、蘇るよ腹の中の自分、知ってるやつは歌ってくれ、hey!今すぐ君の心を解放、yeah! 漂うオープニングを委ねて、ライトオンライトオン、この音付き地味なリンコン、スピーカーから流れる重低音にあと、ルールもナールは関係ないから、動かせ思うがまま、人それぞれあるから、混ざればレインボーなクラブ、月はもったいないから、はじけ先輩目にパターン、突っ立ってるならコンファラ、シャルウィーダー。本当はもっと踊りたいのに、振り付け知らないからやっぱ無理、そんなハートはハードに、お手頃の自分の中に、周りがどうとかどうでもいい、エンジンだろうと構わない、オリジナル生み出すためにある、だから自分なりに音に乗ればいい、Hey! 今すぐ君の心を解放、yeah! 漂うオープニングを委ね、hey! ライトオンライトオン、この音付きにみんなリンコ、スピーカーから流れる重低音に圧倒して、もちろん今すぐ君の心を解放、yeah! 漂うオープニングを委ね、ライトオンライトオン、この音付きにみんなリンコ、スピーカーから流れる重低音に圧倒してジョイ。下向いてるやつに行こう、多少怒られたくらいでいちいち無駄にするのは環境破壊よりもったいない。いや、声で100点満点、120よりちょっと上、知ってるやつは歌ってくれ。たまにはハメ外してバカになって、簡単だから歌ってくれ。ファイヤーバーニン、ファイヤーバーニン、取っ払って暴れ回す、壊れるまで燃え盛って一方走信、不思議と手足が汗ばみ、遊びたくても何でも我慢、それがこの地のいい大人、未だに夢追っとんのかとか言う頭固いおっさん、リス俺はけじめのつけれる人間、真面目な話は後にして。ファイヤーバーニン、たまにはハメ外してバカになって、簡単だから歌ってくれ。ファイヤーバーニン、ファイヤーバーニン、飾り物なんて全て、まだ恥ずかしい人俺な。おさっくお祭り変なおじさん、たくさん振り付けを知ってるなら、踊れないとかは理由にならん、バカにされていいから踊れよ。技術、芸術、権力、裕福で世界に誇れる我が日本、でも俺らに最も足りないの、素直にテンションを上げること。たまにはハメ外してバカになって、素直にテンションを上げること。ファイヤーバーニン、ファイヤーバーニン、飾り物、居酒屋での出来事。ここは皆様の迷惑になるので静かにしてもらえますか。おっしゃることはわかる十分、でもこれ逃したら今が終わる、今は取り戻せないんだ、だから土下座でも何でもするから、踊らせてくれない、いだろ、だったらみんなで踊りましょう。たまには雨外してバカになって、じゃねえとマインドクサチバーズで、ファイヤーバーニン、ファイヤーバーニン、飾り物なんて全て取っ払って、暴れ回すと壊れるまで。学歴がゼロだとか金持ちだとか、そんなもんは放っといて、揺れろ揺れろ、孤立に揺れろ、入れよう俺の恥ずかしいところ。もう一度、外してバカになって、じゃねえとマインドクラッチパースで、ファイヤーバーニン、ファイヤーバーニン、たまにはハメ外してバカになって、もう一丁いこうか、レッツゴー。ファイヤーバーニン、ファイヤーバーニン、たまにはハメ外してバカになって、じゃねえとマインドクラッチパースで、ファイヤーバーニン、ファイヤーバーニン、飾り物なんて全て取っ払って、暴れ回って壊れるまで。ありがとう。
自分の持ってる目標、自分の持ってる目的地、そこには行くまでにはいろんな邪魔者がいるけど突き進めばいいから。進みにくい道の上、踏みしめて歩いてく、あの雨雲に突き刺さった頂点めがけて、後ろ指さすやつ声、ボディ包み出す炎で頂点感を振ってまで押し上げる勢い、向かうネクスステージ、恐れるものはない、決めたら進むのみ、道は前しかない。 Ready fighting for the goalって言葉なんて鼻から辞書にはありません。上に上に上に押し上げ見えなくなる、日々入った地面歩けば幽霊、後ろ見れば仲間がいて、無敵になった今不可能をぶち壊す、向かうネクスステージ、恐れるものはない、決めたら進むのみ、道は前しかない。 Ready fighting for the まさかが俺の美学、まさかが俺の美学。盛り上がりが足りない。追い込まれるほどなる本気に近くなるほど邪魔入り、楽しみ貝殻苦しみ抱き、他じゃ味わえないことでラッキー、揺れることあっても倒れない、止まることあっても戻らない、本当か嘘かなんてわからない、ならI believe me、向かうネクスステージ、グー向かうネクスステージ、グー向かうネクスステージ、グー向かうネクスステージ、行くぞ。 Ready for the war、 おいちょ、まさかが俺の美学、 Let's goまさかが俺の美学、レッツゴー。まさかが俺の美学、ドラムアキラ。もう一丁、自分の持ってる目標突き進んでいってください。 OK、 ありがとうございました。まだまだ踊っていくぞ。踊る準備はできてますかい。足りないんじゃないの。 Everybody say ウォーイ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 。 Alright、 行きましょう。 I wanna party、yep.手拍子をお願いします。俺たちは遊びたい、パーティーをしたい、楽しんでいこう、いきましょうよ今日は。たどり着いた時に見渡して、あの頃とはバイバイバイ、迷い込んだ別世界の始まり、バーボン買ってちょっとたしなんで向かうフロア、そこに
行くまでは焦らず少しの出す I wanna party I wanna party 音に身を任せて何もかも忘れて音と酒に酔いしれてこの場所に着いたらあとは踊るだけ Everybody sing!あの頃とはバイバイバイステンダップあやつられた人形のようにむさくいバーボン買ってちょっとたしなんで向かうフロアそこに行くまでは焦らず少しの出す I wanna party I wanna party 目が覚めるまで一緒に行こう Let's goあの頃とはバイバイバイこのアイワナパーティーで盛り上がれる人はどれぐらいいらっしゃいますか行こうぜみんなでナナナナレッツゴーナナ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 ナシンレッツゴーナナ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 ナシンアイワナパーティーI wanna party 明るくなるまでは I wanna party I wanna party あの場所が見たいんだけ、yeah. I wanna party もう一丁明るくなるまでは I wanna party I wanna party あの場所が見たいんだけおいエイトマン最後の曲って言ってねえじゃねえかよっていう人どれぐらいいますかありがとうございます先ほど説教を受けましたやっちゃいましたよ I wanna party で終わろうと思ったんです
はい、みんなで盛り上がって終わろうと思ったんです。 OK、 今日はこのコンサートゴールデンウィークの最終日なのにもかかわらず本当に皆さんに来ていただいてありがとうございます。エイクマン、正直この着席型のコンサートっていうのが自分の中で初めての経験になりまして、こうやって皆さんの熱い熱い協力があったからこそ開催できたと思っています。今一度本当にありがとうございます。石川県でね、アーティストとしてこうやって皆さんを盛り上げる役目として、石川県代表として俺はミュージシャン、エイクマンとして頑張っていこうと思ってます。またこういう感じでコンサートとか、はたまたライブとか、いろんなイベントごとがあると思うんですけども、またお時間のある時に皆さんに協力いただきたいと思ってます。エイトマンもっと頑張ります。よろしくお願いします。夢ってね、すごいなんかチャッチーような言葉で、俺も夢を追ってるって胸張って言うのもすごく、いつも口がなんて言うんですかね、開かないような状態で夢を追ってるって言う自分がいます。でも俺はこのミュージシャンとしてエイトマンとしてやっていくっていう夢を絶対に叶えようと思ってる。そんな中で作った曲があります。その曲で最後今日締めたいと思うんで、その曲を聴いてみんな熱い気持ちになって、そしてエンディングはうちの母親ヒロミンのオカリナで終了したいと思ってます。心洗われて帰ってください。よっしゃ、じゃあこの夢について書いた曲、夢を恋人として例えた曲があります。僕の頭の中に君が現れてから、その人を追い続けるための歌、聴いてください。僕の頭の中に君が現れてから。皆さんで歌う場所があるので、その時は一緒に手を振って歌ってください。立ちふさぐ壁
見つめて子供みたいに泣いていた。また強くなるために誰かじゃなくて聞いて皆さん綺麗になって帰ってください。今日は本当にありがとうございました。